テリー土屋の車の話出張坂戸店のコーナーです。始まりました。おはようございます。おはようございます。はい、というわけで、はい、今日はですね、収録です。はい、はい、見ての通り見ての通り、はいはい、今回はですね、YouTube 撮影ではあるんですけれども、今日はですね本庄サーキットに来ております。そして今日はですね、番組収録を行っているということで、今その準備中でございます。はい、で我々はですね、今日1日番組のその裏のね模様をお伝えしてくださいというミッションが来ましたので、なので今日は皆さんに番組の裏側をお見せしたいと思います。今日は女子自動車部最速王決定戦という企画が行われるんですけど、こちらの企画でこの車を使用します。はい、今日参加する女子大生の皆さんがやってきているということで、まあ、雑談してる子もいれば、はい、もう今ねコース図見ながら攻略法を考えてる子もいるので大学によって違います。大学によって今ね、はい、かなり色がね分かれてると思うんですけれども、はい、まあ、我々の方でまずは完熟歩行の方にね、うん、そうですね、これからまあ実際に一緒に歩ってみて、はい、まあ、分からないことだったり自分たちがまあ対応できればいいかなと思いますが、はい、というわけでまずはね完熟歩行の方に行ってみたいと思います。今日参加する女子大生の皆さんです。はい、お願いします。じゃあ なんで引いてるの、なんで引いてるの。芝浦工業大学4年の木村です。はい、いやこっち見なくてこっちのカメラ見て普段はシルビアでドリフトしてます。お願いします、はい、法政大学4年の吉川芽衣です。普段は主将やってます。以上です。はい、早稲田大学4年の小林真央です。ダートトライアルを主要にモータースポーツやっています。よろしくお願いします。お願いします。立教大学4年の飯島きみかです。そうですね、あんまりちょっと運転上手じゃないかもしれないんですけど、今日はちょっと一生懸命頑張りたいと思います。お願いします。まあなかなかね歩かないですけど、でも実際にねスーパー GT とかでも、うん、前日とかね割と歩行の時間というのは設けられていて、やっぱり皆さんねここの路面がとか縁石がとかいろんなチェックはするみたいですね。逆さん今回結構ねパワーのない FF 車ですけど、乗り方のポイントとかって、まあそうね、どちらかっていうとスピードブレーキでスピード落とすんだけど、なるべくこうタイヤを転がしてあげると、完全に止めすぎないで、どっちにしろパワーがないから止めないでタイヤをちゃんと転がして前に出してあげないと、出口でスピードが乗らないから、ちょっとそこだけ気をつけながら乗ってもらえれば、それだけで多分コーナーの出口から次のコーナーに到達するまで1秒ぐらい違ってきちゃうんで、まあちょっと意識しながら。でこれ実際何回この試走で走れるの。まあ試走は大体1人、まあ、5分前後ぐらいですかね、4人回さないといけないので。あ、なるほど、はい、5分だったらまあ3周はできるから。そうですね、3、4インラップ含めるとまあ5周ぐらいできるかできないかですか、うんうん、1周1分はかからないので。そう、初めて走るコースだと大体初め確認しなければいけないのは、うん、まずグリップ、どのぐらいでその車がフルブレーキングの時が一番大事で、軽くブレーキして止まるっていうよりか、この路面でこのタイヤだったら今日のここだったらじゃあどっからブレーキすれば確実に止まるって、まず限界値サーキットの場合は見てあげて、でそっからのまあまあなんて言うんだろう、使い方かな。ラリーの場合は限界値やっちゃうといきなり終わっちゃうんですけど、サーキットは余裕があるんで、まずその自分の乗ってる車、タイヤ、ブレーキの限界性能をまず見てあげる。コーナーで試さなくてもいいから、こういうストレートとかでギューって踏んでみて、あ、今日はこのぐらいで車止まるんだなとかっていうのを見てあげた方がいい。ひろきさん、本庄サーキット、僕ここ結構このコーナー鬼門だと思ってるんですけど、このね曲がり込んでいて奥もまたね結構出口狭いですけど、そうそうそう、はい、ここ結構ね入り口から緩い R からきつくなってますよね。そうね、じゃあちょっと逆に女子大生目線からここのコーナー自分だったらどう攻めるみたいなのあります。ちょっと順序だっていきますか。じゃあ立教から、はい、外から入ってあそこの青い縁石に左側のタイヤを最後の方で近づけるっていう感じで、じゃあ緩やかにこう大外回りで行くっていう感じで考えてます。お、はい、マスダ、すごい悩むので何とも言えないんですけど比べるじゃないですかね、これねでも外目で入っといて、うんうん、なんか V 字っぽいじゃないですけど、うんうん、最初直線で突っ込んで最後折りたたんで、うんうん、ちゃんと立ち上がりの姿勢作って、うんうん、バーって抜けたら、はいはいはい、いけるの。あ、でもちょっと思ったよりきつそうですね。そう、ここ見、そう見てるよりも全然きつい。実際入ってみると本当にこう緩やかに入ると逆に遅くなっちゃうし、じゃあ意外と車速
早めに落として舐めるようにそこが合っていた方が早いのかなと思いました。はい、じゃあ次補正勘です。勘勘よ強い。はい、どうぞ島田。私ドリフトして回るんですよね。そうですね本場はドリフト禁止ですけど普段何も考えないで完熟するんで全然わかんないです。あ、そっか、何も考えないで完熟するけどこの間勝っちゃった私すごいみたいな。そういうことですか。頭が嫌な女ですね。頭が足りてないんで、あの道を覚えることで精一杯なんです。天才派だということで、まあ一番多分近かったのは早稲田の子が言ってたあの V 字止めて結構きついんで、結局舐めるようにするとあのここでまた余るんですよ。ちょっと出口が閉じてるんですけど、こっち外側行くとまたこっちが狭くなってくるんで、なるべくこう止めてキュッて V 字で入ってあげたらまっすぐ出すのなイメージ。ただそれでいてスピード落とさないようにしなきゃいけないんで結構ここ難しいですね。だから意外とここ差が一番つくコーナーかもしれないですね。あちらをご覧ください。ちょうどですね収録が始まったところですね。今日は自動車部の女子最速女王決定戦が行われるということで、その収録が今始まりました。今日はですね自動車部の女子4名がビッツを使ってですねタイムアタックをして最速女王を決めるという内容になっております。今回はですねその、まあ、裏の模様ですねあのお届けできればと思いますので、なかなかね番組の裏を見ることないと思うのでぜひ見てください。それでは早速近くまで行ってみたいと思います。はい、ということで、まあ、あまりね近くに行くと映ってしまうのでここからお送りしたいと思いますけれども、今ですねあちらに出演する前の、はい、女子自動車部の皆さんが結構ねあの見ると緊張してて、まあでも笑ってもいるようにねリラックスしている側面もあると思いますが、これからですね4名がタイムアタックをするということで、今3人がですねトークで盛り上がってますね。はい、楽しみです。小庭さんも今日は実況で来ていらっしゃいますね。スーパー GT の応援団長である小庭さんですね。前回もねあの浅間台で行われた自動車部のね最速決定戦では実況していただきましたけれども、今回も実況していただけるということで非常にね盛り上がりのね、熱い戦いになるんじゃないかなと思います。始まりましたね。今ね4人がついに地上波に移るという収録が行われているわけなんですけれども、ですね、まあ、我々はですね移動してこれからどの大学の方が勝つか予想をね聞いていきたいと思います。あの皆さんねあの同じ自動車部の仲間だったりとかもするので、まあ、誰がね早いとかサーキットだと得意とかねいろいろあると思うので、その辺のお話をお伺いしていきたいと思います。はい、というわけでじゃあどなたに聞こうかな。はい、じゃあこちらの方に聞いていきたいと思います。はい、はい、これから女子の最速王決定戦始まりますけれども、ちなみに、はい、優勝するかなって思う人誰ですか。あ、僕は法政法政キャプテンの吉川さん勝つかなっていう気がしてますね。はい、ちなみにその理由をお伺いしてもいいですか。まあ正直その人しか僕あんまり知らないっていうのが本音なんですけど、まあ彼女はいけない乗ってて、まあやってくれそうな雰囲気があるので、まあ、自分の車持ってるっていうのは大きいと思うので、まあ、そのアドバンテージで多分いいところまで行くんじゃないかなっていうふうに僕は予想してます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ真ん中のね、はい、はい、方にインタビューしていきたいと思います。主将ですか。主将なんですよ。はい、ぜひ自己紹介を。立教大学自動車部主将の島垣です。3年生です。はい、はい、じゃあそんな島崎さんにお伺いしたいと思います。はい、今日ね4人の戦い始まりますけれども、ズバリ誰が勝つでしょう。もちろん立教の飯島さんです。なるほど、今日は立教の仲間が参加されているということですね。はい、ちなみに飯島さんは普段どんな競技をメインにやられてるんですか。普段はもう全部やってますね。 女子の、まあ、今エースとしてあのダートとかジムカナとか全部みんなを引っ張ってくれてますね。はい、じゃあそんな飯島さんに一言エールを送ってあげてください。どうしようかな。そうですね、勝たないとちょっと今日帰れないという、はい、頑張ってほしいと思います。はい、首相からの圧に彼女は耐えられるのでしょうか。楽しみですね。はい、ありがとうございます。テリー先生の車の話始まりました。はい、熱い熱いですね。熱い、ほら
もうさ無理しちゃってこと止めてるけど、もう下はもうほらこう、あらほらあらビキニ、ビキニ、あ、ビキニじゃない、ビキニじゃない、伸びきった T シャツ着てますよ。伸びきってなんかいないっすよ。大丈夫、これからの。どうせまたな、昨日六本木で飲んでたって、この男は。ですよね、ろくでもない男ですよ。しょうがないですよ、六本木の住人なんだから。そうなの、まあね。この前ね、僕あのスポーツジム行ったら、アグリさんと会ったんですよ。それはスポーツジムじゃない、変なジムで。変なジム、腰だけ動かしてるジムで。いやいや、だからね、またなんかこの番組出たいって言ってました。あ、そう、はい、呼んでよ。ね、アグリさん、いいですよね。呼んでよ。よろしくお願いしますね。はい、はい、で、今日は今日はですね、今日なんですか、はい、第1回自動車部女子最速王決定戦、うん、おー、いいね。最速女王決定戦ですね。わかった、はい、まず僕はすごいなと思うのは、大学にね、女子の自動車部がある、これが嬉しいじゃないですか。多分ね、自動車部の中の女子部員だと思う、うん、そうだよね、俺もそう思うよ。多分俺もそう思うよ。多分ね、失礼しました。まあでもね、まあ、嬉しいよね、女子がやっぱこうやってやってくれるのは、ね、自動車部女子最速王決定戦ということで、はい、視聴者の皆様に投票してもらいます。皆さん拍手をお迎えください。どうぞ皆さんこちら中に入ってください、中に入ってください。お、すごい。さあ、4人の皆様やってまいりましたよ。もうなんかかっこいいですね。そうなんですよ。紹介してください。はい、まずは法政大学4年の吉川明さん、よろしくお願いします。吉川さん、知ってますかよ。吉川友達みたいなこと言わないでよ。吉川、何が吉川だよ。めいちゃん、いや、明さん、まあ今回こういうね、レース、まあどうですか、改めて。いや、ちょっとサーキットっていうよりかは、普段自動車部はあの結構ジムカーナーなので、パイロンの周りクルクルしてることが多いので、うん、ちょっと不安はあるんですけど、頑張りたいと思います。すごいですね。いいですね。エリキさん、ジムカーナーの話出ますけども、はい、ジムカー全関東フィギュア2022は3位、全関東ジムカーナ2022 6位、全日本フィギュア2022 3位、わお、とてつもない経歴を持って。すごいな、全然いけるじゃん。全然いけますよね。いけるよ、全然いける。ねえ、うん、いい感じですね。いい感じでございます。だけどじゃあ次々にそういうのが出てくるってこと。そうですよ、ね、さあ、それでは今ですね、最後のパートの撮影が行われております。テリーさんが乗ってる乗り物は一体何なんでしょう。他にもね、たくさんの乗り物がプジョーと一緒にありますけど、一体ね、どんな撮影が行われているのかはですね、番組本編をお楽しみにしていただければと思います。そして今日はですね、このような形で撮影の裏側をお届けさせていただきました。また次回もですね、あるかもしれませんので、ぜひ皆さんコメントとチャンネル登録でですね、次回ご期待いただければと思います。それでは本日一日お疲れ様でした。ありがとうございました。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。